LVTP-5 はアメリカ合衆国で開発された水陸両用の装甲兵員輸送車である。公式の相性はないが、アメリカ海兵隊では本社をアムトラックの通称で故障しており、兵士たちはスワンプラットと呼んでいた。上陸戦時に沖合の揚陸艦から発進して海上を航行し、海岸に兵員を適前上陸させるために、 輸送するための車両で上陸作戦が成功した後には通常の走行兵に輸送車としても運用された第二次世界大戦時に開発された LVT シリーズの後継として開発され1952年に正式採用されて部隊配備が進められた各種の派生型も開発され1956年には 各部を回収した改良型の LVTP-5A1 が開発され、順次既存車両の回収と更新が進められている。改良型と合わせ基本型の LVTP-5 だけでも1123両が生産され、アメリカ海兵隊の主力走行車両となった。アメリカ海軍艦船局は第二次世界大戦時に開発された水陸両用装置車、 LVT シリーズの後継として、1946年より、次期水陸両用装甲車の研究、開発計画を行い、各種の水陸両用車両が試作された。これに対し、1947年には、ボールドウィン・ライマ・ハミルトン車は、大型の箱型車体に、鋭角的な船型の先端を持つ、人員貨物輸送車型の LVTPX1 を提示し、 1949年には、パシフィックカーファウンダリーは、同じく大型の車体に、緩やかな船型先端を持ち、M18 戦車区畜車の自走榴弾砲型である T88 の砲塔を搭載した、火力支援車型、ブタ 105mmHMC を提示した。両車は共に、フォードガフ v 型8気筒ガソリンエンジンを搭載し、水層付きの幅広の離体に、 小型の天輪を多数組み合わせた足回りを備えていた。しかし、両者もに車重に対してエンジンの出力が不足しており、さらに、LVTPX1 はしのげなみ性が悪く、水上高校時の安定性に欠けており、軍のいった試験に合格しなかった。この2社の他に、FMC 社からは、中型、中重量の速度性能を重視した。 設計案が提示されていたが、海兵隊はこの車両にも構造が複雑に過ぎ、搭載能力が不足していると難色を示しており、各社に再度の設計案提示を求めたが、第二次大戦後の軍縮期でもあり、予算的な問題から計画は打ち切りとなった。これを受け、海兵隊では新型車両は導入せず、既存の LVT シリーズにオーバーホールを行い、 回収を施して、継続装備することを決定し、対戦後の軍備削減という広国への供与を経て、残存していた LVT の回収作業が進められた。しかし、直後の1950年に、朝鮮戦争が勃発すると、新型水陸両用装甲車の開発、装備は、急務となり、先の研究開発計画によって得られていた成果を、元に、 新型水陸両用装機走行車シリーズの開発が開始された。傭兵側の要望としては、第二次大戦の実戦運用結果を踏まえ、搭載能力は可能な限り大きなことが重要である。一定程度の走行と9 0ト、mm、ル以上の火力を備えた、火力支援車が必要である。過剰な速度性能は求めないが、機動性は重要であるというもので、求められる性能から、 車格の大きな車両であることが重要とされ、LVTPX1 もしくは豚の設計を発展させることが最も適切とされた。両者の問題であるエンジン馬力の不足は同じエンジンと変速装置を使用する M26 パーシング重戦車がエンジン出力の不足から来る機動性不足に悩んだ点を新型のエンジンと変速装置に換装した M46 パットンとしたことで、飛躍的な性能の向上を見た点から、同じくコンチネンタル AV-1790 から1ボルト型12、気筒クーガソリンエンジンとアリソン CD-850 から4クロスドライブオートマチックトランスミッションに換装する構想が立てられ、豚の試作者の機関部を換装した改造車が製作された。結果、 同様に性能の向上が見られたことから、LVTPX1 と豚の設計を統合、発展させた車体に、AV-1790 及び CD-850 を搭載した設計とすることが決定し、また、第二次大戦の実戦運用結果を踏まえて、開発当初から、同じ車体を用いた各種の発展形を設計する、ことも決定した。 この新型車両群には LVT-5 の名称が与えられ、防具はアナー社参加のインガソルーが開発を担当した。1951年8月にはまず火力支援型の試作車が完成し、続いて人員輸送型の試作車が完成した。このほか指揮車型と改修、整備車両型が開発されたが、対空自走砲型は試作のみで計画中止となり、 公平車両型は、テストの結果が不十分であるとして、不採用となっている。1952年からは、各型の量産が開始され、順次部隊への配備が開始されたが、実際に運用された車両には各所に不都合が発生し、特に変速装置と駆動軸の接続に問題が多発した。また、 車体上面が波を被ると吸排気口より浸水してエンジンが停止するという問題も発生した。これらの問題を解決した既存車両の改修は1956年より開始され、改修された車両には LVT-5A1 の名称が与えられた。また、A1 型を元にして改めて公平車両型が開発されている。 1960年代に入ると、アメリカ軍が、走行戦闘車両のディーゼル化を進めたことに従い、本社もエンジンを空冷ディーゼルに換装した、LVTPXD-1 が製作され、各種の試験が行われたが、正式採用はなされず、既存車両のエンジン換装も行われなかった。この他、さらなる軌道性能の向上を目指して、 ガスタービンに換装した LVTPX10 が製作され、走行車両へのガスタービンエンジン搭載に関する貴重なデータをもたらしている。LVT-5 シリーズは、ダナン上陸をはじめとして、ベトナム戦争において実戦に投入されている。しかし、大型の車体は目立ちやすく被弾しやすいために、集中攻撃の対象にされることが多く、 走行が厚くないにもかかわらず戦闘の正面に立つことが多かったこともあり大きな損害を出した。また期待されたほどには機動性が高くない上に整備性が悪く陸上を長距離走行すると途端にサスペンションの故障が多発し足回りの整備とエンジン及び変速装置の整備交換には多大な手間が必要だった。ベトナム戦争において特に LVTP-5 で問題となったことは、武装が貧弱なことで7 6 2ト、mm、ル機関銃一丁を装備した機関銃刀一機のみという固有武装は戦闘において搭載兵員を下車させた後に援護するには全くの火力不足であった。このため、銃刀の上部に1 2 7ト、mm、ル銃機関銃用の中間を増設する現地改造が広く行われ、 車体上に無反動砲を搭載することや、兵員室天面ハッチの周囲に棒立て付きの、機関銃管を増設する改造も多く行われた。もう一つの問題は、LVT-5 シリーズに共通して、車体が大きく被弾しやすいにもかかわらず走行が薄い、ことで、機関にガソリンエンジンを用いており、燃料タンクが兵員室床下,下にある構造から、地雷にも弱く、 車両が地雷を踏んだ際に車内にいると死傷率が高いため人員輸送時に登場した兵員は戦闘時以外は車上に乗っていることが多かったこれらの問題に対処するために車体上や兵員室の床に土のを敷き詰めることがよく行われておりこれは車順を設計時の想定以上に増加させ上述のサスペンションの故障を多発させる要因にもなった 本社は戦闘の他にも大きな搭載量を生かして人員輸送や物資運搬に活用されたが実戦での評価は必ずしも高いものではなかった。これらの問題は本社の欠陥というよりは上陸用走行車という車種の本質的な問題であった。元来、LVT は陸上を長距離、長時間にわたって走行し戦闘の前面に立って 敵部隊を攻撃することを想定されて開発されたわけではなく、沖合の揚陸艦から兵士を海岸に輸送する際に、ある程度の装甲防御を与えるためのものである。大口径の榴弾砲を装備する砲塔を搭載した火力支援型の LVTH であっても、あくまで上陸作戦の支援用であることには、変わりなく、それらを通常の装甲車と同じように、 陸上運用し、戦車のように戦闘に投入した点では、問題が発生するのは必然とも言えた。上述のような問題から、本社は、ベトナムの戦況がゲリラ戦を主体としたものになっていくに従って、運用の機会を縮小され、もっぱら補助的な任務に用いられた。アメリカ海兵隊においては1974年には、後継として開発された。 LVTP-7 に更新されて、派生型も含め全車が退役した。退役した車両は、派生型も含めて、アメリカの有効国に供与されて、長らく使われており、それらの中にはエンジンをディーゼルエンジンに換装した車両も存在する。中華民国海軍陸戦隊ではほぼ全種の派生型を含む多数を2000年代まで運用していた。フィリピン海兵隊では、 火力支援型の LVTH-6 が2010年代初頭まで現役にあった。後方よりの LVTP-5A1 アメリカ、アラバマ州モービルの戦艦、アラバマ記念公園の展示車両、LVTH-6A1 フィリピン海兵隊の装備していた車両このほかフィリピンで1986年に発生した、エドゥサ革命。 およびその後に1989年のものを筆頭とした幾度かのクーデターによる騒乱では首都マニラに展開したフィリピン軍の車両がニュース映像に映っている。戦闘で破壊されて炎上する LVTP-5 の写真及び映像はフィリピンの政変の象徴的映像としてよく引用されている。AB 最大積載地で行動できるのは陸上走行時のみで、 その状態では、水上航行は、不可能となる、トレーリングアームに接続するバネに、鋼ではなく、合成樹脂を用いたひねり棒バネ利用喧嘩装置の一種。投資ラスティックとは、アメリカのグッドリッチ社の開発した合成ゴム製品で、同社の登録商標である、アムトラックとは、アンフィビアストラクター、水陸両用装置車の意味の造語で、アメリカ海兵隊の装備する、 水陸両用装機車の伝統的な愛称であり、最初にこの種の車両を装備した部隊の名称にちなむ。アメリカ海兵隊は独立軍種ではあるが、軍政上は海軍の下部組織であるため、装備の研究開発は海軍の部局が主導して行われるハットランディングビヒクルトラクト。パーソネルエクスペリメンタルモデル1上陸用装機兵員輸送車。 試作一号型、ランディングビヒクルトラクト、アーマード、105mm ハウツァーモーターキャリッジ、上陸用早期走行車 105mm 自走砲型、なお、FMC 社は、より小型で安価な水陸両用早期車の必要性があるとして、LVTPX にミドルウェイトクラスなる、名称の水陸両用車案をもって、開発計画への再度の参入を申し入れた。 海兵隊側でも同様の意見が出されていたこともあり、M59 装甲兵輸送車の試作型である T59 をもとに開発された車両が1956年には LVTP-6 として正式に採用され、派生型の開発も行われたが、すでに LVT-5 シリーズは回収型の -A1 型となって大きな問題なく部隊運用されており、 海兵隊と艦船局は2種類の車両を並行装備する必要性はすでに存在していないと判断して量産発注を行わず LVT-6 シリーズは計画中止となった。このためゲリラの狙撃による被害が多発している 105mm 砲弾は砲頭下弾薬庫の151発に加えて戦闘室の余剰空間に最大150発分 計301発までを搭載できるが、この弾数を積載できるのは、陸上走行時のみで、水上航行時は100発程度となる社長、砲手装填手操縦手分隊指揮官、相談手2名。なお、分隊指揮官と相談手のうち1名は登場せずに、運用される例もあった。ウィリス M38A1 のエンジンを流用した。 モノ量側面のハイド版を展開した場合の全幅は18.77フィートとなる。社長、機関重手、操縦手に加え戦闘公平5名が乗車した。ありがとうございます。